はい、どうもこんばんは。高助の部屋、高助です。ちょっとカーテンの後ろが切れちゃってるね。はい、こんな感じで。はい、やっていきたいと思います。メタルギアソリッド2サブスタンスの、ミッションズ、今日で何回目かな、わかんないけど。ただね、やるのが2週間ぶりぐらいで、ちょっとね、忘れてる、何をするか忘れてるんですけど、とりあえずメモリーカードが、データが残っててよかった。もう古いからね。スネークじゃなかったっけ？まだ終わってないところが。なんだっけ？この辺。あ、レベル10が、ルートが全く分かんなかったところですね。これ、めっちゃ楽しみにしてたんだよね。ただ、2週間ぐらい忙しくてできなくて。で、この後もちょっと、チームの方のね、チーム高助ってやってる方のですね、イベントがあって、動画の編集とかをしなきゃいけないんで、しばらくまたできなそうなんで、今日、ため撮りしようかなと思ってるんですけど、はい、ちょっと日曜日なんでね、やっていこうかなと思います。すべての敵を倒すミッションでしたね。はい。音量大丈夫かな？なんかゲームの音をさ、スピーカーで出してると音大きいな、うるさいなと思うんだけど、実際動画にして見てみると僕の声の方が大きくて、なんかバランス調整が難しいですよね。で、なんだっけ？クレイモアとか前回仕掛けてたんだっけ、ここに。あ、生体センサー持ってる。あ、ここが大変。あ、ここで狙える。何だったんだ、じゃあ前回のクレイモアみたいな。ここ来るんだっけ。あ、ステルスか。おお、外しちゃった。全然見えない。今誰か気づいたね。一つ弾無駄にしてしまった。気づいたけど来ない。あ、あれに当てたいね。いや、当たらない。当たったけど、なんかでもこのルート良さそうだね。最初の一人目がさ、この間、フリーザーローじゃないや、それは DDR。ホールドアップも、なかなかできなかったんだけど、ここで一気にできるのいいね、これ。たまたまだけど。危ない、危ない、危ない。タイミングゲーがあるのかな。で、近い敵は、弾が少ないんでね、この、殺傷力のある拳銃で倒していって、で、ちょっと遠くの敵に乗ったら、M9 を、見つかっちゃった。じゃあ、またクレイモア作戦で行こうか。地雷、置きが、設置型地雷ですね。おお、念のため C4 ももう一個用意しとく。スタングレネードを投げるっていう手もあるんだけど。わーい。あ、間違えちゃった。気づいてもらおうと思ったら C4 を爆破しちゃった。で、あと何持ってる？この辺弾が、あれ、弾が増えてる。あ、そんなことないか。さっきと違うもんね。おお、来た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 。はい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 。おお、どこにいんの？ステルスか。どこ？見えなかった。でも今ので5人ぐらいいけたよね。早いんじゃない？ステルス見えないんだけど。3人目がちょっとさ、気づかれたり気づかれなかったりする感じあるよね。てか普通にクリアができないんだけど。きつくない？危な。次当てるのめっちゃむずいんだけど。で、上からいけないかな？気づかれる？どこにいるんだ？ステルスじゃないよね。あ、いた。当たった当たった。で、降りる、ここ。まだ見つかってない。で、ここら辺に弾がないね。弾ないね。じゃあ M9 ちょっと構えて。だって生体センサー反応してるな。誰誰誰誰誰誰。あ、ステルスか。ここか、ステルス。当たった。おお、またステルス。おお、挟まれた。クレイモア。
いや、正面にもいる。うわ、来い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 、クレモア引っかかれ。で、USB 持った。あと何人？あと1人か。これでクレモア引っかかってくれれば。OK！ 早いんじゃない？ゴール遠いな。これで行かなかったらかなりルート考えないといけないよね。ちょっとモニターが上にあるんで、上見てる感じ。え？あと何点ぐらい？コングラーチじゃないんだね。弾使いすぎたかな。あと1118点？1108点ぐらい？見つからない方が点高いのかな。難しいね。いや、面白いね、これ。最初3人までは良かった。1人目のホールドアップもちょっとさ、難しいよ。ホールドアップとフリーザーロー言い間違えるってすごいね。で、急がないと次が、ステルスが。で、上から、この辺から、で、降りる。で、ちょっと弾を入れ替えて。で、どこにいた、さっき。ここに一人ステルスが。見えないな。当たった。で、誰に気づかれた？あー、そこね。あ、弾がない。あと1人。どうしよう、スタングレネードでも投げる。どこにいるか分かんないんだけどさ。これで倒れて。結構早いんじゃない、これ。さっきのクレームは間違いないからね。鼻がかゆい。オッケーオッケー。めっちゃ鼻がかゆい。今、高助の部屋ね、パネルマットを調整中で、ちょっとね、ホコリっぽいかもしれない。換気はしてるんですけど。一回セーブしようか、ここ10終わったから。いやー、前回何だったんだってぐらい今回サクッといったね。これで 16% ぐらいいく？そんなに上がらない。そんなにとか全く上がらない。あと何があんの？いや、ライデンの方が簡単だからライデンから行くけど、ウェポンミッション、その下ハテナってうっすら見えるね。爆弾解体ミッションか。これ大変そうだな。面白そうなんだけどね。ウェポンも一応1個ぐらいやっとく。うわ、武器ごとにいっぱいある。レベル5まである。とりあえずハンドガン。ハンドガンは簡単そうだね。今までずっと使ってきたから。え、武器、ウェポンミッションって、ちょっと今読み込み遅かった。大丈夫かな、プレステージ。敵兵とかを倒すわけじゃないよね。あ、なるほど。真ん中を叩くと点が高いみたいな。コンボがあるね。ロック音があんまり当てにならないな。全然今で言うオートエイムみたいなのが当てにならない。まあとりあえずやり方は分かりました。で、なるべく引きつけてコンボを稼ぐといい。まあでもそんなに1位の点高くないね。これ特に麻酔銃とか関係ないよね。関係ない。 OK。場所を覚えないとコンボがつながらない。コンボをつなぐのと真ん中狙っていくのどっちが高いんだろう。ジャック・ユア・グレイトは1位じゃないよね。まあまあ真ん中を全部コンボ貫ければ一番いいんだけど。
いやー、ウェポンミッション地味じゃない？あ、コンボ繋がんなかった。ふわーっと文字が出てるうちに打てば、コンボは繋がるね。いやー、コンボ切っちゃうとダメだね。なかなかでも、急いでやるとさ、的の真ん中に当たらなくて点にならないんだよね。やっぱ敵兵とか出てこないとあんま面白くないんじゃないかなと思って、動画としてさ。どうなんだろう。やってるこっちはめっちゃ楽しいけどね。めっちゃ速くなった。フルコンボだドン。やっぱコンボつなぐの大事だね。今そんなにでも的外してもなかった気もするけど。まあでも5個くらいだったらサクッとやっちゃいましょうか、ハンドガン。てか武器のさ、ウェポンミッションとかやってからさ、敵兵とかと戦った方がさ、僕の実力向上になったんじゃないの？ 先こっちじゃない？タクティカルリロードは、カチャカチャってやるやつですね。つけて外すとリロードされるっていう。連続で撃ってると自分でこうガッチャンってやんなきゃいけないんだけど。タクティカルリロードはまあ、もうだいぶ使ってますからね。大丈夫だと思います。うわ、動く、的。どこ？順番覚えないといけないね、これ。まあでもそんな遅くなかったみたい。速さとコンボと、まあ速さとコンボと的の当たりどころだよね。コンボ大事っぽいね。まあまあ遅くてもダメだろうけどね。まずここから、右、上、これ。あ、外した。当たらない。ここに2つ。あ、これね。あそこでタクティカルリロードしないといけない。てか外さなければリロードいらない個数だ気がしたんだけど。はい、もう一回やっていきましょう。1位を取るゲームをしてるからね、楽しいよね。まあそのうち1位取れなくなってくるんだろうけどね。外した。2枚抜きとかできないのかな。乱射したらどう？ ダメだね。ちょっと映像乱れてる。ちょっと映像が乱れてますね。少々お待ちください。一回止める？まあ、赤白黄色のコードがあれ？接触が悪いね。どう？あ、治った治った。今度音が出なくなったりしない？大丈夫？はい。1、2、3。ああ、画面が消えた。 どうしよう。ちょっと一回止めますね。はい、すいません。直してきました。ちょっとまだ乱れてたらすいません。まあね、古いコードなんでね、プレステ2のコードも。はい。また止まったらすいません。やっていきたいと思います。すごいね、今、ライデンの頭が ドアップで、ちょっとリスタートしよう。わけわかんなくなっちゃったから。結構延長ケーブル使ってるから、その、なんていうんですかね、長さとかもあると、映像が悪いかもしれない。あ、動く。まだコンボつながってる。あ、これを外すのが痛い。はい。地味なミッションですね、今日は。まあ、これ1個やったらまた違うミッション行こうか。ウェポンじゃないミッションに行こうか。当たった。今のまぐれ臭いけど当たった。ここ動くの難しい。
どう？ジャックはグレイトは2位だっけ？1個外したというか、点数的にあと160点ぐらいだからコンボつなげばいいと思うんだよね。てか最初の2つ目って順番間違えてないから右が先じゃないかな。こっちが先じゃないかな。だからずれるんじゃないかなと思って外した。順番だけ覚えよう。なんか倒してないと出てこない的があるっぽいな。映像波打ってない？大丈夫？あ、ここが難しい。あの奥が難しいですね。手前右側2つあるんだね。最後的の数、あ、は外した。あまり早打ちすると動いてる的1個目当たらないの、ね、だったら一歩下がる。一歩下がってもゴール位置で構えておく。次が難しい。ここ当たった。あれ、なんか一個忘れてる。なんか一個どっかで忘れたね。今のは順番間違いだと思う。はい、まず一回下がる。右、はい、左二つ。そして難しい奥に当たらない。そして左から来る。右。うん、あれ倒さないとここが出ないんだね。ダン。奥の1個を外したのが問題ですね、これは。ちょっとね、順番がね、覚え芸が難しいね。で、まず1回下がる。はい、で、右。で、左2つ。で、奥2つ。ここが難しい。ここが難しい。思ったより動くね、的が。まあ、遠いから、弾の届くまでの、ほんの若干のラグとか、もしくは考え、もしかしたら考えないといけないのかもしれない。当たった。で、ここで、左が難しい。もう一回外しちゃうとね、動く的当たらないね。順番最後、手前3つぐらい違ったかもしれない。いや、外した。もう一回外すと本当にね、ダメだね、ウェポンミッションは。いやー、どうだろう。やっぱ敵兵出てくる方が動画としては面白いと思うんだけどね。だからサクッと終わりたい。今度繋がってないけど、早打ちで、あー、当たらない。難しいぞこれ。奥左側っていう順番だと思うんだよね。で、まずもうちょっと右後ろに下がった方がいい。コンボつなぐの絶対大事だと思う。で、この次が多分左が先だと思う。で、手前フルコンボだ。ドーン。 OK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 。 あと2つかな。ウェポンミッションは5個ぐらいだったと思う。あ、まだ2つ目か。あと3つか。ハンドガン意外とね、敵兵とかと違って的って難しいよね。オレンジの色の標的は爆破するってことでしょう。まあ、やってみましょう。あー、真ん中撃てば他も爆破するよっていうことかな。右基本的には
基本的にあの爆破的を狙っていけばいいっていうことですね。倒す順番全然分かんなかったけど、5000点ぐらい足りない、4108点か足りない。すごい大変だなそれは。真ん中、あ、もういきなり外した。最初普通に何もしないで打つとちょっと高めに設定されてる。ロックオンはマジで当てにならないんで使わない方がいいでしょう。コンボが切れてる。ちょっと近すぎて次がどこだか分かんない。右上下、はい、下の3つを倒したら右から奥手前だね今のところで。ちょっとね、近いと当たりにくいから最初にゴール位置に行っちゃうっていう、これ一つ作戦だと思う。うわ、当たらねー当たらねー。最初にまずゴール位置に下がる。十字キーこれ使うとまっすぐ下がれなかった。意外と十字キーぴったり下がれない。で、左、右上、これがむずい。もう手動で当てていく。手動というかね、単体で当てていく。まず下がる。まずサパッと下がる。左、右、で右上を倒したらちょっと左下で構える。外した。でここもう当たらん。あれが当たらん。右上奥2回目が当たらん。はい、やっていこう。まっすぐ後ろ下がってくれないのね。まあそりゃそうか、後ろ向きに歩く人ってあんまりいないもんね。ここが難所。当たった。で次どういう順番か分かんない。後半の順番が分からなかった。あ、でもだいぶ点伸びだね。まあもう打ち終わったらゴールになる位置で打ってるってのが一番出だしはいいのかもしれない。引きで打った方が当てやすいからね。はい、左、右上でちょっと左下に構える。当たる。はい、次どこ？ここが見たい。これ奥真ん中左上っぽいな。奥真ん中左上、奥真ん中左上、 OK 覚えた。その前がちゃんと3つ当てれるかって話ですけど、はい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 。あっ、もっと思ったより左だったけど、まだコンボがつながってる。つながってない。右上打った後すぐちょっと左下に構えて、少し左目に行って待ってるぐらいで当てやすいかもしれない。余裕を持ってね。ここで右上をやりました。ちょっと左下に移動して待ってる。でここ外した。で奥真ん中左上。順番は覚えた。何発か外したのがなければいったんじゃないかな。コンボさえつながってればね。コンボをつなぐのは私の仕事でございます。音ゲーの話ですけどね。それは DDR はね、本当にコンボをつなぐのが本来僕のスタイルではメインなんでね。真ん中奥、あ、コンボつながってない。あれ、順番違う、もしかしてコンボつながらなかった。左上真ん中、奥真ん中みたいな。コンボがつながらないと点にならないっぽいですから、これライデンでこの難易度だとスネーク難しそう。コンボつながってない。結構急がないとコンボつながらない。いや、今日はウェポンのこのハンドガンの後、次他のミッションも一つぐらいやりたいな。まあ、全部はできないだろうけど、触るぐらいは。
左上、あれ？左上いない。あ、結構左下から出てくんだ。はい、とりあえずクリアだけしてみましょう。やっぱり奥手前左だな。奥の当て方がちょっと、あ、でもすげえ点伸びてる。なんかコンボつながなくても的外さずにパッパやっていけばいけそうな気はする。まあ、ただ分かるところは分かるなりにやっていこう。いやー当たらないね。いやそれ当たらないか。いやーレーザーポインターついてるけど、これレーザーポインターついてない銃出てきたらやばいよね。あ、外した。あるのかな2でレーザーポインターない銃。逆に3なんかはレーザーポインターないからね。昔の話なんだよね、3って。武器とかもだいぶ劣化するっていうね。使ったら劣化する武器とか3は結構あるもんね。全然当たってないけどなんか爆破のやつに当たらない。急ぐとミスるけど、急がないとコンボが切れるっていう。めっちゃ難しい。普通にさ、ババババーンって撃ちたいよね。ほんと拳銃ってそんな簡単に当たらないんだろうね、実際の拳銃も。撃ったことはないけど。結構オリンピックの射的競技とかってすごいんだろうね。マジで当たんね。動いてる的マジで当たんないね。これだけ撃ってこんな当たんないんだからさ、まあ、ゲームとはいえさ、本当の銃ってもっと難しいんだろうね。いや今ちょっとね、立ち位置が変だった。ただ下がるのはやっぱありだと思う。やっぱりね、ゴールがすぐできるのと引きで打つのは全然違う。ちょっとコンボ切れるけど、コンボ切れるけど真ん中から狙っていく。いった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 。いやー、ウェポンミッションやり直しが多いから、なんか雑談とかしながらできたらいいんだけどね。そんな余裕ない。まあでもやってる僕は楽しいですね見てる方はどうかわかんないですけど、地味ミッションなんで。構え移動、減点障害物、減点障害物があるの。歩きながら撃てと。はい、構え移動、ロックオンですね。あ、クイックリロード、タクティカルリロード使わないと今のところ歩きながらで。ロックオンしてれば、あの今2つ出てきた、片方多分ミスリードの。今一発無駄にしちゃった。あ、違うね。近くで2つあれば合ってる方を狙うんだけど、そっちにしかいないとそっちを狙ってしまうね。一応オート照準があるはある、まあ、近づいて撃てば外さないだろうけどね、ロックオンだから。ここでリロードで、右左右、これで OK。 最後コンボつながってないけど、ナイスワーク。まあまあ、ライデンはまだ緩いね。オッケーオッケー。うん、この走り打ち面白いな。このミッション面白いな。説明が雑。今まで学んだことを活用し。なるほど。
最初はちゃんと主観で狙って3つ打つと。そして歩きながらコンボをつなぐと。で、なんだこれ、1つ打てば全部爆破するみたいな。でも手前の3つぐらいはちゃんと狙わないとダメだね。手前3つ、奥爆発で、右に構え移動して、まあとりあえずルートをね全部多分フルコンボできるようにミッションができてるんでしょう。左、右、近すぎて当たんない。まあリロードする場所も覚えないといけませんね。設定値そんな高くないでしょう、最初は。うん、やればいけそう。最初歩いちゃダメだね、3つ狙っていかないと。はい、こう。なんかさ、画面さ、色悪い。あれ ?3 つなかったっけ。あれ、あ、こっちか。なんか画面色悪い。ちょっと待ってくださいね。黄色いコードがさ、やっぱり接触が悪いのと、もう古い。古いからね。大丈夫？はい。ちょっと良くなった？ HDMI とかに変える、プレステ2の変えるっていうのもあるんだけどさ、そうするとまた逆にキャプチャーで映像がずれるっていう問題が出てきちゃってさ、まあ、カメラで画面直撮りっていうのもありっちゃありなんだけど、それだったらこっちの方がいいかな。まあいいや、見えればいいでしょすいませんね、低画質で。まあ、低画質言うたってプレステ2だからね。プレステ3とかじゃないからね。メタルギアソリッド、もう小島さんが辞めちゃったから新作出ないんだろうけど、新作出てほしいよね。動くの難しいな、ここ。ここが多分かなりロスってるんだね。最初の3つちょっとコンボつながらないんだけど、右、真ん中、左でつながんなかったけど、多分本来はそうなんでしょう。ここロックオンで打っていけないかな。ロックオンじゃ当たらない。止まっている位置的には手前に上にっていう感じだね。で、最初のは単純に僕の操作が遅いってだけだと思う。右、でこの辺でクイックリロードしておいて、あー手前から狙っていっちゃうと撃ってるとこ違うだろうね。あれ歩いて当てるやつだろうね。手前から狙ってっちゃうと奥が移動し始めちゃうんだね。当てる順番難しいかも。ここをちょっと引きつけて、このギリギリぐらいで撃って、いやー今歩く距離結構長かったな。てか奥 2レーンあるんだね。今1つしか打たなかったね。でここの3つ目を少し引きつければちょっと時間に余裕が生まれるん で奥の2レーンを、今1個外した。あー、ここでリロードね。はい、あまり近づくと当たらなくなるからこうだね。ナイスワーク。
多分ちゃんとつながってないんだけど設定値が甘いから行ったって感じですね。はい、ウェポミッションのハンドガンでした。今日はウェポミッションこれだけでいいかな、他はいいかな。あ、ブレードガール、これライデン限定じゃないかな。 FPS はねめちゃくちゃ苦手なんし酔うんすよね。これは多分見てる人も酔うと思うんで動画外で今度やっとこうかな。まあ1個ぐらい後でやってもいいけど。あと爆弾解体ミッションだね、これ1個やりましょうか。ボブなんちゃらかんちゃら。動画時間的にはそろそろね。じゃあ1個だけやろうか、爆弾解体ミッション。本編でもあるんですけど、実際になんかごちゃごちゃ解体するってわけじゃなくて、冷却スプレーで爆弾を見つけて起爆装置を固めましょうっていうことなんですよね。それを見つけるのに、匂いのセンサーだったり音のセンサーがありますよっていうことで、これはイオンなんて読むんですかね。もう漢字そんなにいっぱい並ぶことある？イオンウォルキ、はい、こんなに長い漢字な並ぶことある？匂いをソリトンレーダーに移す機械かな。ここの地形はチャフ持ってる。チャフっていうのは、相手のね、無線機とかを無効にする、一時的に無効にする。でこれが冷却スプレーですね。倒す必要ないんだけど、まず爆弾の位置を確認していきましょう。場所がわからないことにはね、どこでしょう。センサーはあれか。ちなみに撃つとゲームオーバーになるんで。ここに敵いるから壁叩いといてみる。ここまで来るかな彼。あ、来る、すげえ。やる必要全くないと思うんだけどね、これ。あ、見つかっちゃった。爆弾さえ。あ、レーダーが使えなくなるのね。なるほど。余計なことしてる場合じゃなかったね。まず一人目をホールドアップ。弾使っても大丈夫だよね。で、一つ目の場所は、この、段の上。ちょっと遠いと固まるまでに時間かかるんで、なるべく近くで固めていきたいと思います。てか変な話、爆弾の位置さえ分かってれば着投げてダッシュとかでもいいのかな。寝てるぞこいつ。はい、うわ、なんかいろいろあって大変だな。ちょっと待って、監視カメラがある。この辺、まあ、とりあえず爆弾の位置を知りたい。結構敵兵強いな。ピコピコ言ってるんだけど、まず敵がどこ？これか。爆弾何個あんの？ 2 個か。これ、あ、固めた時点で勝手にゴールになるんだ。ナイスワークってなんだっけ？ 1 だっけ？こんなんで1位でいいの？いいみたい。じゃあ今日はこれぐらいにしましょうかね。まあこの後ため撮りするんですけども。はい、どうもご視聴ありがとうございました。高助の部屋でした。はい、爆弾解体ミッションやっていきたいと思います。次回、はい、よろしくお願いします。